の3、2、1、よしっぞー、オタとヒカルです。はい、ということでですね、はい、今日はオタくんにですね、はい、まあ、これまでね、オタヒカ一緒に過ごしてきたわけじゃないですか。はいはい、はい、まあ、もう1年過ぎてるわけで、一緒にも住んでますと、はい、毎日毎日いろんな思い出ありますよね。にょいにょい全部覚えてますか？そうでしょうっていう。ほんまに？俺暗記力って結構すごいんですよ。オタくんの暗記力は普通の人の半分以下なのに。やっぱりカップルってさ、そのどんどん思い出が増えていくわけやん。そうですね。まあ最近のことはそれ覚えてないとこもあるけど、はい、付き合った当時の初々しい感じ、はいはい、それも全部覚えつつの生活で、もうたまに思い出さないといけないよ、そういうのもね。いや俺多分ね、光より覚えてる自信ある。うそやん。マジマジ鮮明、新鮮。そういうのって女の子の方が覚えてるんや、基本は。あ、なんで、まあ、男の子ってすぐ忘れるし、そう、聞かれた時に覚えてなくて喧嘩になるみたいなことも多いんで、はい、確認をしなきゃいけません。はい、ということで今回はですね、オタくんにいろんな質問をしていくので、はい、覚えているのかチェックしていきたいと思います。はい、まあね、僕は自信満々でございます。はい、なんか学ランみたいやね。思った。はい、本当に学ランみたいな。はい、ということで、せーの、やってみよう。はい、ということでですね、早速、はい、オタくんには質問をしていきたいと思います。はいはい、ということで第1問。はい、ダラン、ヒカルの好きなキュンキュン仕草は何でしょう？いや、むずいて。え？キュンキュン仕草？そう、あの、はい、何？言ってもらったことないです。絶対言ってないやろ。待って、え？言った？めちゃくちゃ言ってる。嘘でしょ？マジ？え、それじゃヒント、ヒントっていうか、あっち、こういう系、そのいろいろあるやん。なんか仕草っていうか、仕草って広いじゃないですか。あー、まあ彼氏にやってもらいたい、うん、キュンキュン仕草。いやね、嘘やろ。え、決まった答え。ちょっと待って待って待って、あと20分ください。長いよ。まあまあいいでしょう。はい、では答えは何でしょう？やっていいんでしょう。うん。君のハートにレボリューション、レボリューション、レレレレレボリューション。マジでふざけてる。違う、好きだったよ。待って、なんて言ったか言ってみ。君のハートにレボリューション。初めて聞いた。え、毎日やってるやん。違います。正解は後ろからバックハグです。あー、それは本当にこれやん、この後ろから。あ、聞いてないね、それは。マジで聞いてない。やばー、それは知らん、本当に知らん。なんかやってる時に後ろから、もうマジで気づかない、急に後ろからガッて来られるのが好きなんですよ。それを何回も言ってんのに、今レボリューションとか言ってるんですよ、この人。マジでしょうがないです、それは。まあ1問目はまあ落としたっていうことでね。はいはい、じゃあ2問目から、こっからは行きます。はい、初めて手をつないだ場所どこでしょう？ズン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 。いや、これは簡単でしょ。ズン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 。はい、答えどうぞ。え、場所を言うの？場所だよ。ちょっと待って、え、覚えてる？逆に覚えてるよ。俺はその日にちは覚えてんね。どこで、どこでっていうか、その、あの日にち、日にちっていう、あの、その日は覚えてる。その日に手をつないだかは。でも場所がわかんない。え、どういうこと？え、ヒカル、逆に日にちがわかんないわ。え、まあまあ、行こう行こう。はい、じゃあ初めて手をつないだ場所、正解はどうぞ。バッティングセンター。え、違う。どこ？いや、バッティングセンターは、まあ、行ったんですけど、このオタくんがヒカルがこうやってバットこうやってやってる時に、後ろからはいはいこうやったんですよ。これやん。これは手繋いでない。いや、触れたって言ったら触れ。正解言います。お化け屋敷です。え？え？覚えてないの？お台場のお化け屋敷行ったじゃん。あ、でもバッティングセンターの方が前ですね。まあ前だけど、それは手繋いだって言わないよ、はい、初めてちゃんとこうやって手を繋いだのがお化け屋敷なんで。まあ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 、まあ、序盤はね、
まあちょっと体温まりましょうっていう時間になって、いやいやいや、どうして俺全問正解だったの。ちょっとなんか難しいよね、ヒカル。なんでむずっ。じゃあ一個めっちゃ簡単なの言ったりとか。ああいいよ、ラッキーサービス問題。ヒカルが好きなキャラクターは。ああそれはミッフィー。合ってる、はい、ね、こういう系しか無理だよ。じゃあ次は絶対に分かるね。はい、初めて2人でご飯を食べた場所。あー、はい、おー、これはもう分かります。完璧。何ですか。いきますよ。はい、たこ焼き。いや、3。正解です。素晴らしい。これはね、もうイージーですね。イージーですか。はい、これは全然余裕。まだまあこれは付き合う前なんですけど、うん、あの2人であのご飯食べに行くだけ、普通にあの遊んでご飯食べに行くときにたこ焼き屋さんがあったんで、初めてご飯を食べたのはたこ焼きです。そうです。まあ、ヒカルが大阪出身やから、はい、たこ焼き好きでたこ焼き屋さんに連れて行きました。そうですね、覚えてますよ。はい、ということで次が最終問題です。お、早いですね。これ正解して俺はもうちゃんとね締めたいと思います。これはですね、すごく難しいです。え、2人で付き合ってから初めて夜を共にした場所の駅名を答えてください。いや、マニアックやな。なんやね、駅名って。初めて聞いたわ、そんな。重要な夜ですよ、それは。それはそれは。もう分かったわ。マジで分かった。俺結構覚えてる。だってホテルの最寄り駅の名前です。はい。もう出てます。マジ？はい。すごっ。いや、これだって俺分かんないとやばくない、逆に。まあまあ確かに。オタくんが予約取ってくれたんで。これはもう全然覚えてる。多分3年後も覚えてる。はい。では答えをどうぞ。JR の。はい、田町駅。正解。素晴らしい。いや、これはね、分かるわ。一番簡単だったね。マジ？うん、そう、それはもうね、余裕ですわ。え、なんでその田町を選んだの？なんだろう、プラン的に、こうデートプラン的に近かったんで、うん、あー、なるほど、ね、そこを しました。へー、はい、懐かしいですね。そうですね。はい、ということで、今回は5問中正解したのは2問です。3問ミッフィー。あ、ミッフィー。あ、5問入ってた。入ってたか。じゃあ3問です。6問中3問。すごっ。半分は当たりましたね。え、6問もやった人。あ、やってない。5問中3問だね。じゃ あ、じゃあまあ結構。いや、1問目と2問目外してるからね。ちょっと肩が温まってなかったね。はい、ということで、まあ、ミッフィーはおまけ問題ですね。ヒカルが好きなキャラクターミッフィーはもう分かるやん、もう家がもうミッフィーやん。まあそうやな。ミッフィーだらけもう。はい、ということでですね、はい、まあ初めて言ったんちゃう、この初体験の駅名とか。まあまあそうやな。初めて行ったご飯のたこ焼きとか。確かに。割と初情報が多かったんですけど、まあ、おたひかのことをよりもうちょっと知れたかなと思います。だね。はい、ということで皆さんも付き合ったらたこ焼きを食べて田町で夜を共にしてください。あのさ、どういうこと。もう田町じゃなくていいよ。はい、まあ仲良くね、まあ、慣れてるじゃん今。はい、だからもう縁起いいっていうことにしてこう。あ、なるほどね、田町は縁起いいホテル。確かに。はい、ということでですね、最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもね、覚えてるか大事なお名では時々チェックしてみてください。そうですね、いいと思いますよ。はい。はい、ということで今回太田くんはまあまあ覚えてたんじゃないって思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで以上、太田とひかるでした。バイバーイ。